名古屋市立筒井小学校は、愛知県名古屋市東区筒井にある公立小学校。名古屋市東区の中央本線より、西側の地域の内東より中央部の地域を学区とする公立小学校であり、1872年、第五仮技校として創立されたのをその始まりとする。校舎の一部は1936年に建設されたもので、 名古屋市内に戦前から残る唯一の鉄筋コンクリート作りの学校建築である。学区内には東区内の区役所、警察署、消防署などの行政機関が集中している。太平洋戦争時の空襲の被害を比較的受けなかった地域でもある。以下、筒井を主な出展として記述する。津井小学校の始まりは1 8 7二年十月十五日の 第五、仮義校創立に遡ることができる。学区内常名寺にあった寺小屋が、学校に発展したものであった。1880年2月に、現校地に移転するとともに、名古屋区第15番小学筒井学校に改称し、名古屋市の成立による改称を経ながら1893年には、名古屋市筒井人常小学校となる。1941年には、 名古屋市津津井国民学校に改称し、戦況の悪化により1944年8月には、愛知県西葛飼郡山田村に、集団疎開を行った。1945年8月の終戦時において、津津井国民学校の校舎は、ほぼ無事に残っており、学区全体としても大部分の家が消失せずに済んだ、ことから、疎開していた児童も順次学区に戻り、11月には、 山田村に集団疎開していた児童も全員引き上げてきた。戦後、1951年から10年間にわたって全国でも参考しかない校内での学校給食用パン焼きを行い、1957年には給食有料校として文部大臣賞を受賞したりもした。愛知県小中学校市によると児童数の変遷は以下の通りである。教育目標として 徳地体のの調和の取れた人間性豊かな子をを育育ててるる都市の育成を目指している人能者ゆとり者あたり学区は住居表示が実施された地域と未実施の地域が混在している。2010年国勢調査によると学区の面積は0.742平方キロメートル、世帯数は3956世帯、人口は7837人である。 2005年国勢調査実施時には、世帯数3751世帯、人口7813人であり、比較すると、世帯数の増加率5.5%、人口の増加率0.3%となっている。学区内は、江戸時代終わり半の頃から、主に下級武士が居住していた地域や、県中寺の門前町であった地域であり、太平洋戦争時の空襲の被害を余り、 受けなかったが、そのため逆に、再開発の機会を失った面もあり、下級武士の屋敷町時代からの細い道幅の道路が、戦後かなりの時期まで残っていた。平成期に入ってからも区画整理が続けられていた。学区内には、名古屋市の有形文化財に指定されている出し2両があり、毎年6月第一土曜日、日曜日に開催される筒井町天皇祭ではこれらの、 私が学区内を引き回される期日にあたっては名古屋の町町名別人口行政区別統計表を参照したいずれも名古屋市立の小学校である名古屋市では公立学校選択制が導入されていないことから辻井小学校を卒業した児童の公立中学校進学先は名古屋市立東中学校となる県中寺名を 出しに医療の出し倉はそれぞれ筒井一丁目、筒井町四丁目にある。隣の青井国民学校の校舎は空襲で、全焼していたため、一時期、筒井国民学校の三教室を貸し出していた。朝日新聞に掲載された、瀬口哲夫のエッセイをまとめた、我が町ビルジング物語 P30P32 において、瀬口は、1939年度、名古屋市教育概要にて、 名古屋市内で11校あるとされた、鉄筋コンクリート作り校舎のうち現存するものは、筒井小学校のもののみであることを述べている。瀬口は筒井小学校校舎について、3階部分にアーチ型の窓を持つ表現主義的な衣装に特徴がある、と述べている。なお、名古屋市立朝日が丘小学校の校舎も戦前に建てられた鉄筋校舎であったが、 1982年より建て替えられた新しい校舎となっている。筒井小学校公式サイトより、東区における住居表示は昭和50年代にその大半が実施されている。ありがとうございます。